はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、北斗高校ハードモードですけど、サボり癖戦もあるか。マジサボり癖とかね、北斗高校一旦無駄にするだけでかなり致命的になるんで、一発で直したいけど。で、ハードモードむずくない？まあ、そりゃハードモードだからむずいっていうのはそうなんですけどちょっとむずいんだけどっていう。で、今回は北斗キャラ3人入れてます。なので、トキ入れて、ケンシロウ入れて、ジャギを入れてます。やっぱアシストがめちゃくちゃ重要になるんで、アシストで、まあ、ぶっ飛ばしつつ経験点を稼いでいくという感じになります。で、他のキャラとしてはまず7位は、新アーティストを狙うために入れてて、プラス打撃で割と固めてます、割とねであとは独身術要員の鈴木で、あと打撃肩上限アップの、二宮を入れてますという感じですね。練習は1種類ずつ入れてます。練習1種類ずつ入れないと、ちょっと練習を持ってないところの打倒した時に経験点が下がっちゃうんで、練習は全部1個ずつ入れてますという感じです。ちょっと練習見て、メンタルはね悪くないんだけどね、ダブパワーがあるわけじゃないんで、それに頼れないんで、ここは通院しよう一発で。よし、開始早々もう甘えてるとか、こいつ終わってんな。いや終わってない、センス丸だから。センマルでどこまで伸ばせるかね。でコツを見てケンシロウか、これは悪くない。で基本的には打撃開けて正規のスタックを狙いながら、まあ、他のところをぶっ倒していくっていうパターンなんですけど、まあ、最初はねみんな評価が上がりきってないんで、まだタックが組めないんで、まずはタックを組めるようにすると。ただ北斗高校に関しては練習した時の上がり方が、評価の上がり方がめちゃくちゃ高いんで倍くらいあるんで、まあ、割とすぐタックには持っていけるという印象ですね。ジャギで、ここは狩猟倒した時に開ける、全員ぶっ飛ばして、まあ、ジャギもね来てくんなかったけど、メンタル7位、体力少ないから、まあメンタルでコツをもらいながら、パワーヒッターが欲しい。最初でパワーヒッター組んなくなっちゃったんで、勝負師に変換されてるんで。で開けながら二宮とケンシロウって、これいけんじゃん。一体練習すればタックを組めるようになりそう。14とかめちゃくちゃ上がるよね。広角打法やったすげえいいの来た。で時はここから来ると、まあ、3人目は割と足引っ掛けながら練習できるっしょ。で一応通るよとか、ジャギ7位まだか。ケンシロウがいる。ケンシロウってうまくいけばもう1回受けられるよね。3回受けられるはず。よし OK、 こういうのは、ね、早めに怒っておいてくれた方が助かる。で水的にはね、俺は下がいいんだよね。下がいいんだけど、体力を取るんだったら上。でもこれ慎重打法になっちゃうからね、どっちかっていうと積極打法が欲しいけど、慎重打法。ただ体力は回復できる。あ、ここ誰もいない。二宮まだタック組めないか。ジャギトキ、臨床ポイントがどうしても必要なんで、ジャギ。でアシスト、これいきなり倒せるかな。これでね体力減らなくなったのがいいよね、一番最初。ちょっと見てみよう。優勢だが楽観できない。だってこれ倒すと、てか全然評価溜まってねえな。こことここ吹っ飛ばせて、ここも吹っ飛ばせるでしょ。そうするとこの2つに集中できるな。やろう、優勢までいけばもうなんとなるっしょ。
ダメだったらちょっと運が悪かったと思って諦めるしかない。勝負師でね、コツを取っても行きたいんだけど、能力を上げると吹っ飛ばせる人数が増えるんで、能力を上げるのも重要なんだよね。そこがねなかなかの悩みどころ。まあかといってしょぼいコツを取ってもしょうがないんで、悪球いつもの代打、テスラホーム突入、ムード、シュビショップ1で取ろう。いやちょっと開けとこう。2になったら確実に取ろう。盗塁アシスト、この辺は、まあ、取っておいて、あとはちょっと能力ミートが少なすぎる。さて一応タックが組めるけど正規マップになってないから、こっちの方が人は多いのか。トキがタック組めない。疲れたらどっちにしよう。でアシスト送球で、ここは一番下回復で、まあ、両方倒せるけど人数の方って初期の強化を上げられる。爆弾かかりやがった。意外性アシスト冷静で、ここから正規マッチタックで肩吹っ飛ばせれば、肩吹っ飛ばせればあれなんだけど、持ち越しができるんだけど、持ち越しができんだけど、1回寝て確実にこれ10%怪我する可能性あるからな。4ターン目で寝るっていうのもありだけどな。 10%やった倒した。で次は備えて寝るでしょ。プルヒッターとか広角打法手に入れて、プルヒッターも手に入れて、よし回復してくれるのは本当ありがたいっていうか、博士が来てる。元気になりたいです、お願いします。お、しかも最後、まあそれなりやるか。体力減っちゃうけど、ここは経験点。セーフマッタックのカンストのタックがどれだけ来るかだよね。でこれ一番下、モテモテにもなれるしね、まあ、意味はないけど。で7位は両方。パワヒのコツがマジで欲しい。パワヒのコツが欲しいんだけど、パワヒコツを持ってるやつがいない。ケンシロウでいくか。ちょっと能力一旦 E に備えよう。呼吸少な。あと経験点を見て、ちょっと D まであげよう。いやこれは C まで。吹っ飛ばしの能力強化する。よし増えてる。で剣士郎からアシスト受けて、で次打撃、打撃でしょうか。どうスカウトさんだけか。ジャギトキジャギアシスト受けながら、アシスト受けながらやっていく。これも開けられるから、とりあえず開けた。お、死んだ。これいいよね、チベット的に。怪我しにくさも増えるし。これはサングラス使おう、普通に。で流し打ちで2回目。なんとなく上げとく。ミート D、 パワーも D、 総力結構上げられるな。 C にしておこう。で精神が今のところ足りてないのか。守備は D、
で、ケンシロウがいるな。ちょっとここはケンシロウを受けて、打撃をもう一回やって開けときたい。来ない、来るか来ないかめちゃくちゃ重要だからね。ジャギ、鈴木、これはまず開けるで、ジャギ早急、これも早急取ろう。これはちょっと下は下でいいんだけどね、成功すれば。で精神が開くっちゃ開くんだけど微妙だな。いねえし、人がここにケンシロウいてもしょうがねえしな。さてどうしたもんか、こういう時どうしたもんかだよね。まず早急は取っとこう。で7位が若干進みつつあるんだけど、メンタル開けとく。とりあえずまあ邪気がもったいなかったけどね。で似合ってるよ。さすがに無理だな。よしよし、開けといた会話あったけど微妙。とりあえず吹っ飛ばし、あ、走塁も開けといた甲斐があるな。これどんだけ吹っ飛ばす？今3つかまだ開いてないのか。内野安打、まあ、ここら辺がね回復できないっていうのが若干痛いところではある。勝ちパーか、C くらいにはできる。でここがこれあと5ターンでしょ。レイがいる、ハッチパー行く。こういう時にね怪我するとマジショックだから。でここはもちろん体力回復、体力回復でさらに回復して小吉か、無理だった。うん、この体力量じゃちょっと無理だよね。あ、いけるか。輝かしい勝利が約束されている。ジャギお前のおかげだ。すごいカーブで、7位のイベントがもう一回進んだらちょっとアーティスト取っちゃう、直撮りになるけど。いや鈴木マジでいい、まあ、回復イベントはねほんといい。で、あ、マインドの方か。これどうしようか、7位に相談しよう。これはねちょっと体力は減っちゃうんだけど積極打法が欲しかった、ただそれだけで。残り3ターンを、あ、どこに、あ、ここか。一人ずつか、一回世紀末が来てくれれば。あ、ここもいるか。ちょっと待って、世紀末が一回来ないと吹っ飛ばせないなこれ。一人ずつとか悲しいな。いや、世紀末が来ることを信じてメンタルで回復しよう。頼むぞジャギ、練習あるのに来ない。どっちかどれか死ぬ可能性がある。俺的にはまず守備、ケンシロウのアシスト受けとこう。アシストプリーズ、よし、流し打ちの振り切りにして広角打法取っちゃおう。よし来た、危ない、体力がないな。その代わり、まあ、彼女キャラ入れるのどうなんだろうね。そこちょっと悩みどころだよね。取るの取っちゃうか。バントってどうなの、
で守備職も取って連打重いな本塁生還競争心もそこそこまあいいか取ろうで冷静は3かここを取っておこう骸骨だしね2だとか最悪失敗する恐れがあるから残しとくで B の B B 技術が少し低めからの石末でポンでしょとりあえず今のところはなんとかなってるけど3ターン目が怪しい体力が少なすぎるもん何手に入れた左かでコブいらねえじゃこの体力量はちょっと厳しい剣士を行けチームプレイいや無理だこれいやーこれ吹っ飛ばせんなジャギ一人でクオーバーをこんな時のバーだでジャギからヒットにあケンシロウを持ち越してたのかそういえばだけどだから吹っ飛ばせたんだこれってどうなのこいつも結構えどうすんだっけ普通に受けるで大丈夫か体力回復がね多いのがいいよバレンタインはもらえない悲しいなんかあるなんか体力回復できるのないかなちょっと調べようまあ普通にキャンディーでいっかよし対左広角打法はもういらないからね彼女がいると広角打法くれるけど対左に入れとっちゃうかいやどうしよう残しとこうそっからどう開けていくか足開けられるな筋力どうだろういやちょっとケンシロウでいくかケンシロウでいこうなんとなくケンシロウの方がアシストを受けられる回数が多いから受けられる時に受けておこうやでも今回3人さ初めて入れたけどさこれはもう取ろうアーチストが直撮りになるまあ筋力はそこそこあるから一勝287しょうがないでここポンと4つか悪くないアベレージヒッターこれもまた回復っていうかさ筋力不確定がちょっと何人かいるねそういえばだけどサウザーやる気がある筋力なんかすげえでかいのが来てるわけじゃないんであでも世紀末タッグで伸ばさないといけないか経験点の全体的な底上げとしてで一応決戦見てみるとダメだよねまだダメだよねじゃあ減らしていくかで覚醒王子3回目は特に回復しないけど独身術独身術はマジで頼むよ OKOKOK ケンシロウ失敗するのは最悪しょうがないこれ減るんだよねで大打撃取れたけど重い精神も結構使うのかなるほどそういう感じねで体力がなさすぎるからメンタルでジャギもらっとこう来いジャギ4番来ないジャギでこれで新アーチ筋力
4人ずつ開けてって、まあ、まだ7ターンあるか、大丈夫か。正規夏がそこまですげえいっぱい吹っ飛ばせるわけじゃないからね。新足300、筋力がマジであれだな。 5% やろう。これだって4人でしょ、これ4人だもんね。で全部でだから13、なんかめっちゃいっぱい吹っ飛ばせるかって言われるとそういう感じでもない。最大値か、筋力103、これ一回寝とく。残り6ターンでしょ、一回寝よう。50、上げ切っとけばねよかったけど、まあ、それはさすがに無理。いけ、体力は。ちょっとこれで決戦挑みたいのよ。決戦挑みたいんで体力を減らしたくないんだけど、玉砕覚悟とか、マジか、まだダメ、まだダメですか。もう一回ちょっと寝ないと無理かな。次寝て倒して、あ、アシストがあれば絶対大丈夫だけど。制するは水とか言ってたよ、わかんねえ。ここら辺結構体力下げてくるよね。あ、これでいけるかな。アシストありでどう、輝かしい、よし。からのチャンス欲しいな。ちょ、金徳押さえとこう。独身術連打4になってるし、いつの間にか。さてそこから流し打ちもな、もう1欲しいっちゃ欲しいけどな。怪我しにくさ2でいいか。チャンスコツが欲しいんだよな。まあ、これでぶっ倒してカーネル、本当はアシストを引っ付いた段階で次いけると4回目とかマジで向いたかな。勉強しすぎとか、そりゃそんなんだったな。もうわかんねえ。盗塁、あ、盗塁取る、初球一発逆転、ささやきや、芸術的流し打ち、イケてる、よし、イケてる男子。これちょっとやることねえんだけど、やることないから回復をしておこう。体力重要だ。こういう時にさ、どれだけ正規マツタックが来てくれるかだよね。この余ったターンで筋力300か。新アーチストで筋力めっちゃ使ったかんな。まあ、精神は欲しいところなんで、はい。ただしパワー上限アップがないんで、めっちゃ成功してんだみんな。電光石火海岸4月か、まあいいんだけど、じゃとりあえず技術が足りてないね。パワチャネのために104までってかさ、無駄じゃないって。104104104って、ミート総力守備割と無駄だよね。総力ちょっと上げきっちゃうか。一応101で止めとこう。いやー技術足りてねえな。パワーをどう上げきるか。てか呼吸もないや、そういえば。 A でいいや。電光石火取っておこう。一発逆転も取るか。4番も取っておこう。パワーだけは何気にあるから、一発逆転は取って4番か。技術ちょっと気にしないといけないね。ってことはさ、次に備えたいんだよね本当は。84くらいだったらアシストが来てるわけじゃないんで、ちょっと体力を多めに保ってここも全員倒したい。で鈴木がちょっと開けたいんだよ。まずは開けたいっていうかアシスト受けたいんだよ。ジャギ
違い。吹っ飛ばしの人数はこっちの方が多いか。こっち何、まあ、何回足爆弾抱えてんだよお前。で打撃開けられんな。まず開けるか。で弓と上げ切ってるから問題ない。一応見よう他にも。ここはいいや。欲しい、技術が欲しい。俺はやっぱり筋肉は結構くるな。でトッキージャギ鈴木、トキはね技術くれるからいいんだけど、もう一回やっちゃってるんだよな。だからジャギなるべくうまくアシストを受けられるように配置していこう。これ警戒する。あんまり変なのはやらない。これもケンシロウ拾ってるから勝手に進んでいく。連打で筋力、微妙といえば微妙。アシストがせっかくあるから、まあ、筋力飛ばせんのか。筋力飛ばせんだったら筋力にしとこう。はい、一回寝るを挟むか。そうすると回避したりとか。もう一勝来てる。何が来てる。いやーどっちも微妙だな。これメンタルで一回回復しとく。パワーを上げる。パワー上限アップ欲しいんだよな。社長がね俺全然育ってないからね、社長いらんないんだよね。社長やっぱ45にしたいから。使うんだったら66か。そんなんだよね。でちょっと補給はじゃあ S にして一回回復しよう。ちょっとアシストを受けられるわけじゃないけど、しょうがない。これはこれはどっちか分かんない。どっちでもいいや。グーッと歩く下がった。ひでえ。ちゃんと調べとけよかった。ケンシロウレイレイにかけるっていうかさ、ここまだ空いてなかったか。キューパー やるものがない。カロリーバー使うか。カロリーバー使ってカロリーバー使ってケンシロウにかけよう。ケンシロウが来てくれることを祈る。来いアシストケンシロウ。よし上り調子で今人数的にはここがきつい。ここ開けられるのでけえな。ここ開けられるのはでかい。セリアスタック100か。しかさでかいのが来ないんだけど、これってさ得意練習2種類持ちとかだと経験って下がるとかあんのかな。なんかそれがよくわかんない。開けられるんだって開けよう。トッキーいるし。ガーッ来た。ほら爆弾が爆発した。ひどい。これはひどい。悲しすぎる。せっかくの千丸が。なんで怪我したのって確かにさっき思ったからね。どんだけ下がった。めっちゃ下がってんな。いやこれすげえやる気なくなった。どんだけ下がった本当に。ミート10、パワー10、総力15。これほんとめちゃくちゃ下がってんじゃん。弾道まで下がってるし。これマジ交通事故案件だな。いやちょっと千丸だから続けようかなって思ったけど、ちょっとやる気なくなったわ。お疲れ様でした。あ、経験点は現段階で11000。いや悪くないね。悪くはなかった。すげえいいかって言われるとそうでもないんだけど、そんな感じです。